パパママをそろばんの先生に。今回から暗算練習を始めよう。暗算は一生の宝物になるから頑張ろう。練習の前に指のところに好きなキャラクターを出してみて。好きなキャラクターイメージできたね。そろばんのイメージもしっかり出せるようになるからね。今そろばんに80あるイメージ、そこに20足してみよう。20足す場所イメージできるね。2足せないときは8を引いて足すとこ引くとこの左隣が10だよ。10を足す。答えは100。次はみんなの番だよ。